クラシックカー走行中は道にご留意いただきながらご声援をいただければと思います。それでは1番からスタートしてまいります。そして続いて絶景番号11番1954年式のトライアンフ TR2、 ドライバーは引きのしげる、コードライバーは引きののりこのお二人です。さあ続いて出発いたしますのは絶景番号12番1965年式ポルシェ3564、ドライバーは松岡義明、コードライバーは矢島陽子のお二人です。さあ続いて15番は1928年式のブガッティタイプ37、ドライバー鈴木秀人、深沢浩一郎で出発です。さあ大分向けて安全に楽しんで行ってきてください。皆さんもどうか温かいご声援をお送りください。いってらっしゃい、気をつけて楽しんできてください。いってらっしゃい。絶景番号22番は1936年式のダービーベントレー、お二人も気をつけて行ってきてください。さあ続いて24番は1946年式 MGTC、 お二人も大分向けて行ってらっしゃい。さあこちら絶景番号25番1949年式ブリストル400、お二人も大分まで楽しんでドライブをしてきてください。設計番号26番は1951年式 MGTD。 さあ今スタートゲートのところに参りました。準備は万端でしょうか。楽しんで、はい、走ってきていただければと思います。さあこちらのクラシックカーたち走るんですかとよく質問を受けるんですけれども、もちろんこのようにしっかり走って、そして交通安全を守って皆さん高速にも乗られて、高速も走ってここまで来ております。九州900キロの旅路です。本日はデイ2ということで2日目大分まで参ります。
点。そして続いて出発します。34番は1955年式ポルシェ356スピードスターです。さあ出らっしゃい、大分まで楽しんで安全にご走行ください。さあ続いては33番です。1955年式ジャガー XK140 も今スタートゲートをくぐりました。そして32番、1955年式トライアル TR2、 37番は1956年式トライアル TR3。 さあそして35番、こちら1956年式オーシンリレー 100BM2。 さあまだまだ参りますよ皆さん、ここから大分までね楽しんでドライブいただきます。さあ続いては38番です。1956年式メルセデスベンツ 190SL。どんどんクラシックカーが出発しておりますが、皆様からね、いってらっしゃいと温かい声援いただいております。ありがとうございます。くまモンもねスタートを見守っていてくれているなという気がしますが、こちら熊本から本日は大分県までクラシックカーたち走ってまいります。1926年が今回一番古い型式の車、そして1974年が一番新しい型式の、はい、全体で40台余りということで、皆さんですね一生懸命メンテナンスされた車体でこちら九州にお邪魔しています。100歳ほどの車になりますので、もちろん途中で故障なんかもあるんですが、専門のプロのメカニックが帯同して直しながら、面倒を見ながら、メンテナンスしながら走っていると、そんなラリーになります。さあ今1台ずつ車道に出発しています。さあ38番親子でご参加です。気をつけて楽しんでいってらっしゃい。さあ続いて接近番号39番です。1956年式のジャガー XK140、 お二人も気をつけていってください。さあ続いて接近番号は40番です。1956年式 AC アシーカクリスタル。さあ続いて41番です。1957年式トライアンフ TR3。 さあ続いてまいりましたのは43番、1957年式トライアンフ TR3。 さあこちらも今スタートゲートをくぐって大分までの旅路に着きました。さあ続いて44番です。1959年式オーシンヒーレースプライト。さあお二人も気をつけて楽しんでいってらっしゃい。さあ続いて45番です。1961年式アルファロメオジュリエッタハイガー。さあ1台ずつ安全に今車道へとお見送りをしています。皆さんどうぞ行ってらっしゃいと旗を振ってお声をおかけください。さあ続いてやってきましたのは設計番号48番、1963年式アルファロメオジュリアスパイラー。さあ続いてやってまいりましたのは絶景番号49番、1965年式ジャガー E タイプシリーズ1。さあ実はですねクラシックカーのドライバー、コードライバーたちは、お乗りの車、クラシックカーのちっちゃい缶バッジをそれぞれがお持ちで、子どもたちや沿道の皆様に、時間の許す限り、お配りしております。こちらにですね、たくさんいろんな車の缶バッジをもらった坊やがこちらで応援をしてくれています。たくさんもらったねうんうんとうなずいてくれました。
じゃあそれでは行ってらっしゃい、楽しんできてください。さあ続いて税券番号50番です。1967年式ロータスエラン S3 ドロップヘッドクーペン、こちらも今スタートゲートをくぐって大分までの旅路に着きました。さあ続いては絶景番号51番です。1972年式フェラーリ D の 246GT、 お二人も大分まで楽しんで行ってきてください。行ってらっしゃい。さあそして最後52番です。1974年式アルファロメオ GT1600 ジュニア、お二人も楽しんで行ってらっしゃい。Thank you.
桜町車元にご来場の皆様こんにちは。クラシックジャパンラリー2023セブンスターズ in 九州、ただいまですねこちらにクラシックカー40台ほどお邪魔させていただいております。九州を巡る900キロの旅、こちら桜町熊本にも、遊びに来させていただきました。1920年代から、希少な文化遺産ともいえる40台の